5時過ぎの松江市内です。急に雨が強くなってきました。松江市では道路が冠水し、車のタイヤ半分が水の中に。午前6時前の米子市内です。激しい雨が降り続いています。数百メートル先の視界もかなり悪くなっています。米子市では視界が悪くなるほどの雨が。鳥取県百合浜町です。冠水した道路に車が突っ込み、現在立ち往生しています。そして鳥取県では、鳥取県百合浜町では冠水した道路で車が立ち往生。梅雨前線の影響で今朝早くから激しい雨となった山陰地方。午前7時ごろ、鳥取県、島根県東部に中国地方で初めて線状降水帯情報が出されました。そしてその後、線状降水帯は鳥取県西部中部に。この影響で松江市では午前5時40分までの1時間におよそ100ミリの猛烈な雨が降り、記録的短時間大雨情報が発表されました。松江市郊外を流れる意宇川です。茶色く濁った濁流がものすごい勢いで下流に流れているのが確認できます。恐怖を感じる勢いです。さらに午前6時50分、松江市八雲町日吉地区には5段階の警戒レベルのうち危険度が最も高いレベル5にあたる緊急安全確保が発表されました。なかなか道路が冠水しとって、ここよ受け付くことができなくて、結構家のところまで浸水してきてて、ギリギリのところですね。恐怖な部分はちょっと、ですね、ちょっと今まで初めてだったんで。土砂災害とかですね、川の氾濫も一時期のピークを過ぎ去ってもまたこう増え増水することもありますので、そこは慎重に見ていかなきゃいけないなというふうに思います。島根県では一時松江、出雲、安来、雲南の4つの市でおよそ13万世帯31万人に避難指示が出されました。島根県内では各地で土砂崩れが発生し、このうち松江市野白町では近くの山から崩れた土砂が県道を塞ぎました。さらに出雲市でも。すごいですね、道路にもかなり木が散乱しています。すごい太い大きなところ、大きな木も。小学校の建設現場から流れ出た土砂が近くの道路を塞いだほか、川から溢れ出た水の影響で床上床下浸水の被害も発生しました。土間なんかもう15台とかので、はいはい、そんなことと、今までのね、ことですよ。出雲市の一畑電車南駅付近の線路は一部が水に浸かり、山から流された木や石に覆われました。また近くの集落では川が土砂でせき止められるなどして、辺りは大人の腰まで浸かるくらいの水位になったとのことでした。いや、線状降水帯みたいなね、ゲリラ豪雨が来ちゃうと、日本全国どこも危険ですから、安全なところなんかないですよね、正直言ってね。そして激しい雨は鳥取県でも。午前7時過ぎの米子市内です。かなり視界が悪くなっていて、ワイパーが追いつかないような状況です。激しい雨でワイパーが追いつかないほどに。鳥取西道路鳥取西インターチェンジです。現在雨の影響で米子方面は通行止めになっています。道路は米子道の米子蒜山間、山陰道の鳥取ハワイ間と大英東博淀江間が通行止めとなり、鉄道は JR の山陰線、伯備線、因美線が終日運休となっています。臨時休校で、迎え待ってます。久しぶりですね、あんまり降らなかったんで。そして午前10時、鳥取県百合浜町では東郷池が氾濫危険水位に達し、道路が完全に水没、車が立ち往生しました。ただいま雨足が強くなってきました。雨の音が大きくて周りの音が聞こえないほど激しく降っています。そして午後1時半ごろ、
鳥取市でも吉成南町にレベル5の緊急安全確保が発表されました。緊急安全確保が発令された鳥取市吉成南町、川の水が溢れ道路はすでに冠水しています。鳥取市の吉成南町では住宅の間の道路に溜まった水を汲み出すため土手の内側から外側にホースが引かれポンプで排水を進めていました。この場所は仙台川に支流の大路川と清水川が合流して流れ込むところで2018年7月にも浸水被害が出るなど昔から水に浸かることの多い土地です。川の合流地点には逆流を防ぐためポンプを備えた排水機が設けられていますが2018年はこのポンプに不具合が出てストップしてしまいました。今回も清水川の水があふれて道路などの冠水につながったとみられています。浸水は市内広い範囲で確認されました。鳥取市鹿野町ではバスの中にまで水が、身の回りに異変がございましたら、例えば、流れの中に、濁るものがある、等々、土砂災害の予兆などが、見えることがございますので、そういう時は躊躇なく、避難をしていただければと思います。鳥取県では鳥取市や倉吉市など8つの市と町で避難指示が出されました。明日朝まで梅雨前線は同じような場所に停滞するとみられ今後も激しい雨に注意が必要です。気象台は土砂災害や低い土地の浸水、河川の氾濫に注意を呼びかけているほか両県などは周囲の状況が短時間で悪化する恐れがあるため早め早めの避難を呼びかけています。